小茂田聖樹10月30日から1933年8月28日は、大正から昭和初期の日本画家。史上の画家と呼ばれる。長九1932年埼玉県入間郡、川越町に、五福祥、小島徳衛門の次男として生まれる。本名は、小島茂吉。通称は茂る。1896年、叔父の養子となり小茂田聖になる。 十七歳で上京。当時は、川越町と東京市を結ぶ鉄路がなく、寄宿したのが、松本風子の林家であった。その縁もあって、風子の、安宮美動画塾に入門。なお、同日に、修正ライバル関係となる、早見御衆も入門。九百十三年、第十三回、辰巳が回転に出品、花と見太郎に買い上げられ、以降、支援を受ける。 翌年、今村志向が主催する赤妖怪に参加し、青木とがをする。1915年の最高院展に、小泉矢宇が初入選。その後、肺結核となり川越の実家で静養する。1918年、第5回最高院展で、再演が入選。1921年、第8回最高院展に、洋画的な手法と細密表現の際立つ。 出雲絵住すを出品し、横山大観らに推挙され、日本美術院の導人となる。1929年、杉立社を組織、また、帝国美術学校教授に就任。1931年、日本画が本来持つ、装飾性に目を向けた、虫魚絵巻を第18回印店で発表。1933年、引頭結核が悪化し、神奈川県逗子市で溶接。 41歳坊津。墓所は川越市の交際時にある。よつゆ。ありがとうございます。